お前の命はこの俺が守っている大切な一輪のバラのようなものだ。つまらない理由で散らされてはたまらない。この俺から逃れられない運命だ。それがせめて俺の機嫌を損ねないようにすることだ。わからなければ何度でも言う。お前が体でわかるように。